そうしますと今回 DVD はこれ何枚目になるんでしょうか。これは7枚目ぐらいだと思います。7枚目ですね、はい、内容的には割といじめられてるものが多くて。それ誰にいじめられるんですか。これはお友達ですね。お友達にとなんか盗撮されたりとかで、それで写真ばらまくぞみたいな言われてて、で脅されてたりとか。お友達って今男の子、女の子ですかね。女の子に脅されてます。着替えてるところを写真撮られて、それをちょっと、ある部分が見えて、ちょっとなんかそこが自分の課題でもあるかなと思うんですけど、恥ずかしさを出すという、はい、それをあえて課題にしてやってると、はい、そうですね。なんか恥ずかしそうな顔とかあんまりしないよねと言われるので。なんか常に冷静そうですもんね。言われます、はい、恥ずかしそうな顔、ちょっとカメラに恥ずかしそうできてます。ちょっとそれをカメラマンの席で終わりです。あとじゃあ今日の水着のポイントも聞いていいですか。水着のポイント、今日はこれまだ1着目なので、はい、まだまだ全然あまり露出が多くないんですけど、次の方がもうちょっと面積が。それ自分の自前の水着なんですか。一応そうです。あ、自前なんですね。ツイッターで女の子がすごい好きってずっとつぶやいてますけど、最近一番気になってるのは何ですか。あんまりグラビアの子とかなんかそういう子あんま分からなくて、鬱陶すぎて。どういう子が好きなんですか。ソニコちゃん、スーパーソニコちゃん。こんにちは、逢坂めぐみです。発売されました DVD エチュードです。よかったら見てください。バイバーイ。